月、月に行きますね。一画目の線は横の中心を過ぎるぐらいまでまっすぐまっすぐに来てから自然にちょっと開いて抜いてもらいます。縦長のイメージだから横は短く、中心に対して同じ長さで持ってきたらまっすぐでいいかな。反りも入れずにまっすぐに来て、左の線よりもちょっと長めにして抜いてください。で、ここの間隔を同じにして2本の線を描きますが、その2本の線の終わったところがこの縦の線の半分よりも少し下に来るように、ここを同じ間隔で持ってきてください。じゃあ火曜日の火、日に行きますね。じゃあ中心、横の中心の少し上に、少し内側に入る感じでこの点を書いてる。ただこの点よりも少し上から中心あたりに向かって抜いてもらって、3画目はこの左の点を過ぎるあたりまでだいたいまっすぐ、そこから開いて抜いてもらいます。そしたらこの1画目の点のちょうど中心あたりからスタートして、同じ開き具合、同じ位置で止まって抜いてください。じゃあ水に行きますね。まず縦線を長くで、上下同じ空きになるぐらいに長く、そしたら自分の書いた線の半分はちょうどここになるから、半分から少し右上がりに持っていって、ここを少し開けて、で、少し丸みを持って降りてきた時に大体長さはここ一緒ぐらい。そしたらここを狙って少し高い位置から、同じ長さぐらいでここに持ってくる。そしたらここの開き具合、位置を合わせてここで止まって払います。